お願いします和田正宗君自由民主党国民の声の和田正宗でございますでは早速質問に入っていきたいというふうに思っておりますこの青年非公権人等の権利の制限に係る措置の適正化を図ると いうようよなことが法,文法律の案でございますけれども、この法改正の意義について、まず大臣の見解を聞きたいというふうに思います宮越内閣府特命担当大臣。今回の法案は、平成28年5月施行の成年後見制度の利用の促進に関する法律に基づき、成年後見制度を利用している方々の人権が尊重され、 不当に差別されないよういわゆる結核条項を適正化することを目的としております多くの結核条項の存在により同程度の判断能力であっても成年後見制度を利用している人のみが各種の資格職種等から一律に排除され能力を発揮する機会が失われていることが問題となっております今回の改正によりまして 青年貢献制度を利用していることを理由として、一律に排除するのではなく、各資格、職種等にふさわしい能力の有無を個別的、実質的に審査し、判断する仕組みとすることで、誰もがその能力を発揮し、社会,社会参加できるための第一歩になるものと考えております和田政宗君。 ありがとうございますでは、結核条項の見直しの関係について、まず聞いていきたいというふうに思っております。個別審査規定についてですけれども、本法律案による改正によって、多くの資格等で個別審査規定が新設されることになり、審査基準の実態、各資格、職種の信頼性を担保しつつ、本人の能力に応じたきめ細やかな審査を行う必要があるというふうに考えますけれども、これについてはどうでしょうか。 宮越特命担当大臣今回,の今回の法案におきましては、成年非後見人等に係る結核条項を設けている各制度について、心身の故障等の状況を個別的、実質的に審査し、制度ごとに必要な能力の有無を判断する規定、個別審査規定へと適正化することとしております。議員ご指摘のの個別審査規定の整備や運用に関しましまては それぞれの法律を所管する府省庁において各資格等の性質や業務の実態等を勘案し資格等に対する信頼性を確保しつつ本人の能力を適正に審査判断できるよう、まあ、適切な対応がなされるものと考えておりますまたその際には今回改正の趣旨や障害者権利条約障害者差別解消法等を踏まえ必要な環境整備や合理的配慮の在り方と併せて 検討されることとが必要と認識しております内閣府といたしましても、えー、個別審査規定の整備や運用が適切になされるよう、各府省庁に要請を行ったところでありますけれども、今後、法改正後にも改めて各府省庁に要請を行い、周知徹底を図ってまいりたいと考えております和田政宗君、えー。この法,法改正にあたりまして、えーまああの 法律の専門家をはじめとして、えー、現場の運用をはじめとして、えー 行政書士の方々なども中心にお話をあの実は聞きましたで、その中でですね、えー、こういった意見がございまして、将来的に再度、欠格条項が設けられることに対する懸念というような意見がございました、でこれは成年後見制度の創設等が行われた平成11年の法改正の際、合わせて欠格条項の見直しが行われたわけですけれども、当時158あった欠格条項は116に減少したものの、その後は各省庁による見直しが ほととんど行われずにに程度ままで増加したいいう経緯がございます将来的に結核条項が再度増えることのないよう関係省庁等への周知を徹底する必要性があるという意見もございますがこれについてはいかがでしょうか宮越特命担当大臣今回の法案は成年後継制度を利用している方々の人権が尊重され不当に差別されないよういわゆる結核条項を適正化することを目的とするものでありまして 今後、成年非後見人等に係る結核条項を新たに設けることは、こうした法案の趣旨に照らして、適当でないと考えております。まあ、こうした考え方については、内閣府に設置されておりました、成年後見制度利用促進委員会の議論の取りまとめにおきましても、各府省庁においては、本法案が成立して以降、新たに結核条項を設けないよう留意することとされたところであります。 内閣府といたしましても、すでに各府省庁に対し、新たに欠格条項を設けないようお伝えしたところでありますが、法改正後にも改めて、えー、依頼周知を行うこととしております、なお、利用促進委員会の取りま,取りまとめでも言及されたとおり、その後継組織であり、厚生労働省に設置された成年後見制度利用促進専門家会議におきましても、今後、しっかりと動向を注視していくことになるものと。 いうふうに考えております和田政宗君ありがとうございます、えー、では次に青年貢献制度自体についての論点をいくつかお聞きをしていきたいというふうに思います、えー、貢献補佐補助の三類型のうち補佐と補助の利用が少ないところがございますけれども現状について政府の見解をお述べいただきたいというふうに思います筒井法務大臣官房審議官お答え申し上げます ご指摘ありましたとおり、生年貢献制度の利用状況を見ますと、平成30年におきましても、全体の利用の約8割が貢献累計となっており、補佐・補助累計の利用の割合は,割合は少ない状況にございます。その原因につきましては、そもそも補佐・補助の制度が十分に知られていないこと。 それから、成年後見制度を利用するメリットが実感されていないため、本人の能力が著しく低下し、社会生活において大きな支障が生じないと制度が利用されないことなどが指摘されております。和田政宗君。 であればあの、そういったところの周知も含めてです、ねえー、せっかくの制度でございますので、えー、そういったところがその利用できる、それによって助かる方もいらっしゃるわけでございますから、そのあたりはしっかりとやっていただければというふうに思います。えー 次に専門,職貢献人、えー、専門職貢献監督人の報酬ですけれども管理する資産額に応じて決定されるケースが多く実務の量と比較して高額すぎるのではないかというようなそういったケースもあるという意見がございますがこれについては見解はいかがでしょうか。辻井審議官 民法上、後見人及び後見監督人の報酬につきましては、個別の事案に応じ、家庭裁判所の判断によって定められるものとされておりますあの。委員からご指摘がありましたような意見があることは承知しておりまして、えー、第3回の青年後見制度利用促進専門家会議における最高裁判所の報告によりますと、後見人等への報酬のあり方について、最高裁判所と専門職団体との間で議論がされており、 今後、後見人等が行った具体的事務の内容に応じて報酬額を決定するという基本的な方向性に基づき各家庭裁判所が検討を進めることにつきましては専門職団体からも一定の理解が示されたとのことでございます。 で最も最高裁判所の報告によりますと専門職団体から後見人等が行う事務の内容やその評価の方法等についてさまざまな意見が出されておりいまだ共通認識は形成されていない状況にあるとのことでございます。 でこのように今後は各家庭裁判所において、以上のような最高裁判所と専門職団体との議論の状況等も踏まえ、公権事務の内容に応じた報酬の在り方について、さらに検討が行われるものと承知しておりますが、法務省といたしましても、利用者がメリットを実感できる制度の運用を進める観点から、充実した検討が行われることを期待しているところでございます和田政宗君。えー 平成30年における成年後見人等による不正報告件数が250件であり、被害額はおよそ11.3億円に上りますえ、近年は減少傾向であるものの、成年後見制度への信頼を揺るがしかねないという、これもおそういう状況であるという意見がございますけれども、これについて政府はどのように考えますでしょうか。辻井審議官 ただいま委員からご紹介がありましたとおり最高裁判所事務総局家庭局の調査結果によりますと平成30年に報告がされました後見人等による不正事例は250件ありましてその被害総額は約11億3000万円であったものと承知しております本来非,け非後見人等の権利を守る立場であるはずの後見人等による不正は成年後見制度に対する信頼を損なうものであり 総務省といたしましても、これを防止することは極めて重要な課題であると考えております。 和田正宗君その認識のとしっかりとです、ね、これはあの防止をしていかなくてはならない、こういった不正は行われてはならないというふうに思っておりますので、対応をお願いしたいというふうに思っていますで不正の防止策としてはです、ね、公権制度を支援信託、公権制度を支援預金等の活用というものがございますけれども、現在の活用状況とこれらによる資産管理についての長所、短所について説明をお願います筒井審議官。 ご指摘ありりました通り後見人による不正を防止するために家庭裁判所におきましては親族後見人などが高額の財産を管理する事案では日常的な生活を営むのに必要な金銭は預貯金等として管理し それ以外の金銭は信託財産として信託銀行等に預けその引き出しには家庭裁判所の発行する指示書を必要とするという公権制度支援信託の活用を促しているものと承知しております。 でこの貢献制度支援信託の利用は不正防止という観点からは有効ではあるものの一部の金融機関の一部の店舗でしか取り扱っていないために何か相談したいときに不安であることでありますとかそれまで取引のなかった金融機関と取引を始めるのに抵抗感があるといった問題点も指摘されているところでございます。 ご紹介ありました、貢献制度支援預貯金につきましては、このような指摘も踏まえて、成年貢献制度利用促進基本計画に従い、貢献制度支援信託に並立、代替する制度として検討が開始されたものでございまして、平成30年3月に、金融機関団体、 各金融機関による自主的な勉強会であります、成年後継における預貯金管理に関する勉強会が取りまとめた報告書におきまして、金融機関によって導入が比較的容易と考えられる預貯金に関する仕組みがモデル化して提示されたところでございます。で現在 この貢献制度支援預貯金は、貢献制度支援信託と並んで活用されつつありまして、今後、報告書の成果がさまざまな形で応用され、不正事案の発生の防止に役立つことが記載されているところでございます和田政宗君。はい あのこれもですね利用する人がしっかりとまああの利用しやすいというかですねそこでその悩んで結局利用しないということであったりですとかあのまあ苦難というか苦労というものがないようにしていただければというふうに思います、えー、次に地域連携ネットワーク及びその中核機関の整備の促進について三、えー、問ほど。 時間が許せば質問したいというふうに思います市民貢献人や貢献事務に馴染みの薄い親族貢献人等を支えるために相談支援等を担ういわゆる権利擁護センター 青年貢献センター等の設置や、それらの機関を中核機関として構築する。地域連携ネットワークによる支援が必要とされております。平成三十年十月時点で、権利擁護センター等を設置済みの自治体は、全体のおよそ二十三パーセント。中核機関は七十九、これは四点。五パーセントしか設置をされていないわけでございます。また、中核機関の設置予定時期についても、未定とする。自治体が全体の八割近くに上っております。 ますこの地域包括支援センターと既存の枠組みの利用連携のあり方について政府としてはどのように考えているか答弁を願います矢上厚生労働大臣官房審議官お答え申し上げますまず厚生労働省といたしましては二〇二五年をめどに重度な要介護状態となっても可能な限り住み慣れた地域で自分らしい暮らしを人生の最後まで続けることができるよう住まい医療 介護予防生活支援が一体的に提供される地域包括ケアシステムこの構築を目指しておるところでございますあの今ご指摘ございました権利擁護支援の地域連携ネットワーク及びその中核機関につきましては 地域の実情に応じてさまざまな方法で構築が進められるものであり、新たに一から必ずしも構築をする必要はないと考えております。例えば、各地域において取り組みが進められてきた地域包括ケアシステムの各関係機関等のネットワークの中に、まず連携が必要な家庭裁判所や法律専門職団体等の司法との連携を加えていくと、 ということも想定をしてございますこのように地域連携ネットワークおよび中核機関につきましては地域の実情に応じて地域包括ケアシステムなどの既存の資源、仕組みを活用しつつこれらと有機的な連携を図り柔軟に構築をしていただくように自治体に働きかけをしてまいりたいと考えております和田政宗君では家庭裁判所が地域連携ネットワークに参画する意義についてはどうでしょうか矢上審議官 お答え申し上げます。高齢化が進む中、地域におきましては、介護サービスが必要であったり、あるいは入院が必要であるにもかかわらず、認知症により契約ができないといったケース、また、消費者被害や虐待などの権利侵害のケース、こういった判断能力の低下などによる権利擁護ニーズ、これが増加をしてございます。 こうした権利擁護のニーズに対応するためには権利を擁護していく上で本人にとって最も適切な後見人等を選任するための家庭裁判所との連携が欠かせないというふうに考えてございます。あの具体的にには、中核機関等が家庭裁判所に対しましまて、 本人の意思をできるだけ丁寧に汲み取って、その生活を守り、権利を擁護していく最も適切な後見人等を推薦するといったことが大事だというふうに考えてございます。またた中核期間には人人が選任された後も本人や その支援者後見人等が円滑な人間関係を構築できるよう支援するこういった機能も期待をされているところでございますこのように家庭裁判所が地域連携ネットワークに参画をする意義は適切な後見人の選任それから後見人の支援といったために日頃から中核機関との連携体制を整えると。 とといいいうううこににあるというふうに考えてございます今後、認知症高齢者の増加等によりまして、権利擁護ニーズのさらなる増大が見込まれるということから、こうした司法とも連携をした、権利擁護支援の地域連携ネットワーク、これを全国で構築できるように取り組みを進めてまいりたいと考えております。 和田政宗君これはあのぜひそのように進めていただければというふうに思いますあの今答弁の中でも本人の権利擁護またそのニーズということをおっしゃっておりましたけれどもこういったことが高齢化社会をさらに迎えていく中でですね、えー 多くくなってるる可能性といいうものはあるわけでございますあの後見人の選任も含めまして、これは非後見人の方々、まさに本人というような答弁の内容でございましたけれども、その方々がこうしっかりとです、ね、安心して暮らせる、権利が守られる、そういったことが、この法の重要な要素であるというふうに思いますので、今、答弁をいただいた方向性でお願いをできればというふうに思っております。で 最後にお聞きしたいのは、制度利用者本人に加えて、今、関係者のお話も答弁の中でございました、本人の家族など関係者を支援する取り組み、これはもう必要なわけでございますけれども、その必要性について政府としてどのように取られているか、改めて答弁を願います矢上審議官。お答え申し上げます、ご指摘ございましたように、本人に身近な家族などの関係者を支えると。 いう取り組みは重要だと考えてございますそのためにも権利擁護支援の地域連携ネットワークとその中核機関の整備大変重要だというふうに考えてございます貢献人が日常的に本人を見守り本人の意思や状況を継続的に把握し適切に対応する体制として構築するチームを作るとこのチームの中には福祉医療関係者だけでなく本人に身近な家族などの関係 関係者も含まれております。家族などとともに本人の意思をできるだけ丁寧に汲み取った意思決定の支援、身障保護を重視した支援をいくとしていくということを想定をしてございます。家族などが親族後見人の場合には、この地域連携ネットワーク及び中核機関が親族後見人等の日常的な相談に応じるということとともに、親族後見人が福祉 医療、地域などの関係者とともにチームとなって日常的に本人を見守り適切に対応するといった体制を作ることができるように支援をするというものでございますまたあの本人を身近で支えてきた親族後見人が制度に対する理解不足のために、まあ、結果的に不適切な金銭管理などを行わないようにすると。 いうことのためにも地域連携ネットワークの一翼を担う法律専門職団体は支援機能の一環として親族後見人に積極的に指導、助言を行うといったことも期待をされているところでございます和田政宗君。 何かを規制するというところがございますけれども、今回はまさにその人権擁護の観点からの法律であるわけでありまして、私はこういったあの法律というものはあの必要であるならば、もっとしっかりと整備をされていくべきであるというふうに思っております。あの成年非公権人及び非保産人の人権が尊重されて、成年非公権人等であることを理由に不当に差別されない、こういったことが必要であるというふうに思いますので、しっかりとこれはあの我々国会議員も。 考えてですね政府側と手を携えてやっていかなくてはならないというふうに思っております時間が参りましたので終わります